おはようございます。仏教の超基本チャンネルです。お葬式で僧侶に包むお布施ですが、本当に必要なのでしょうか？お布施は葬儀代とは別に渡され、相場などは難しく、皆様お悩みになっていることかと思います。お布施というのは、僧侶が戒名をつけたりお経を読んだりすることに対してお金を支払うとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、もともとは布施というのは六波羅蜜の一つです。六波羅蜜というのは、人間としてしっかりと生きるための考え方、修行の種類のことで、そのうちの一つが布施となっています。布施とは、貪欲の気持ちを抑えて他人に恵みを施すことを指し、見返りを求めないことが重要です。つまり、お布施とは何かの対価ではないということです。では、修行のために葬儀代とは別に僧侶にお布施を包む必要があるのでしょうか？出図商店では葬儀代にお布施も含まれていると考えているため、別では一切いただいておりません。もちろんお車代も葬儀代に含まれていることになっています。お寺によって考え方はそれぞれですが、お経を読んだりするのは僧侶に支払う代金に含まれているため、対価としてのお布施は必要ありません。わからないことがあれば何でもコメントしてください。チャンネル登録、動画のリクエストもお待ちしております。インスタグラムは毎日更新中、ぜひフォローしてください。ありがとうございました。